マジでさ、下手くそなマジックをやってしまって申し訳なかった。いやいやいや、面白かったよ。これ、多分、後で動画見たら丸見えだと思う。丸見えか、いや、俺分かんなかったけどね。動画でも分かんないもん。確認中ですか。動じないね。慣れてもらってなんか舐め返すとかすればいいじゃん。いい子だ。嬉しいね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 。なんともおとなしい。嬉しいね。昔からね比べると大人になったよ。まあ可愛いでしょう。いや、可愛さの合計じゃないか。可愛いよね。俺には全然ね、懐いてくんないけどね。全くないな。可愛いよね。俺の方が可愛いよね、めちゃんね。これね、今すごい言っちゃいけないことを言いまくっていいってことで、まあ、編集はしませんけどね。最悪だね。犬も好きなん？いや俺全般的に好きよ。うん、昔飼ってたしね。ああ、そうだっけ？あの外そういやいたね。あの高校時代くらいの時言ってたよね。犬が台風で流されそうになったって言ってもね。その印象が強いもん。室内外じゃなかったから、ね。ああ。猫を飼ってるけどいいのかい？大丈夫。まあ、不思議な匂いはするかもしれないけど、かわいいね。うん、俺にはしねえ顔だ。またあれな、違う、こいつ違うぞみたいな。いつもの飼い主さんじゃない。飼い主嫌いだから。俺のこと嫌いだから。俺のことすごい嫌いな。なんかいたずらされるから嫌いな。寝てるとどかされるから嫌いな。でも俺の布団だからね。俺の布団ですよ。俺の布団ですよ。ゴミ漁りしないでください。あ、それはいけない。それはね、もうお菓子は好きだよ。最近ね、なんか寒くて嫌みたい。そうか。あれ、君は名前を言っちゃいけないタイプなんだね。うん、新名を明かさないタイプだ。そうだったね。どっから来たの？これ栃木。栃木の人なんだ。うん、人じゃないけどね。人じゃなかったね。失礼したよ。栃木県出身、栃木県真岡市出身。何歳の6歳の女の子。6歳だっけ。6歳だと思った。6歳になりましたか。おじいきげん真岡市出身。何そんなおとなしいの。佐渡ヶ嶽部屋。分かんないっす。相撲かな。違うけどね。今詐称だけどね。チュニーンチュニーン。いい毛並みだね。ちょっとなんかね、暑かったり寒かったりするんで毛並みがちょっとね。ああ、そういうので。誰こいつみたいな感じだろうね。ちょっと久しぶりだから分かってないんかもね。でもでも前、ね、会ったことは、そうそうそう、ね、あるけどね。人として嬉しいんだよね。あの人いると嬉しい。
遠吠えをしそうな感じに。スリッパも好きですよ。靴とか取られます。いいね。こんな撫でてもらえていいね。なんか怒らないっていうのはやっぱあれなんだね。俺撫でると怒るけどね。え、そうなの？だって耳取りとかすると怒るよ。あ、絶対怒ればね。やめてあげなさい。耳取りはね、怒る。耳取り二段はね。先生。これ耳取り。全体そんなんやったらあかんよ。耳取りちょっと精度化しといた方がいいかも。噛まれるから。姉ちゃん、耳取り二段は？耳取りは？